乃木坂46と一緒に国商国産を学ぼう。国内で消費する食料はできるだけ国内で生産する、それを国商国産と言います。現在の日本の食料自給率はカロリーベースで 38%、 およそ6割を輸入に頼っている状況です。もしも日本の田んぼや畑が少なくなったり、災害などで海外からの輸入も制限されてしまったら、私たちが食べるものはなくなってしまうかもしれません。この番組では国産の食材がどんな場所でどのように作られているのか、 JA グループの国商国産を応援している乃木坂46のメンバーが現地レポートします。前回、新規就農者を育成する JA 佐賀のトレーニングファームでキュウリ7期生として1日就農研修体験をした柴田と松尾、テクノロジーを取り入れた栽培技術を熱心に学ぶ研修生たちの姿に夢と希望をたくさんもらいました。今回はトレーニングファームを卒業し独り立ちした若手農家さんを訪ねます。田んぼの中にポツンと立つハウスを発見。こんにちは、乃木坂46の柴田優奈です。松尾美優です、よろしくお願いします。こんにちは、松尾美希です、よろしくお願いします。同じ名字でお願いします。似てる。私たち先ほどトレーニングファームの方に研修に少しだけ行かせていただいたんですけど、松尾さんもそこの卒業生なんですよね。そうですね、私は2年前にトレーニングファームを修了して、うん、今独立して、このハウスの経営者としてやっています。すごい大きい。トレーニングファームを卒業されてこう独立されたお話とかをすごい今日は聞けたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。迎えてくれたのは2年前に独立したばかりという若手キュウリ農家の松尾美希さん。現在は従業員5名を抱える農園を経営しています。それでは早速質問をさせてください。まず農家さんになる前はどんなお仕事をされてたんですか？3年ほど長崎県の農業法人の方で、まあ、苗作りだとかそういった仕事をしています。苗作りすごいですね。どうしてキュウリ農家に転身したんですか？私の家はもともと祖父の時から、農家なんですけど、うん、まあ、農業法人に通いながら自分の家の後を継ごうかっていう話をした時に、トレーニングファームの2期生の募集もちょうど始まってたので、うん、まあ、いいきっかけでキュウリをゼロから学ぼうと思いました。すごい。なんか普通学校って通うのにお金がかかると思うんですけど、トレーニングファームに通うのって学費とかってかかるんですか？いや、自分たちが負担しなきゃいけない学費などは一切かかりません。そうなんですね。すごい。ちょっとまだ中の方は暑いんですけれども、せっかくお越しいただいたのでご覧になれませんか？ぜひお願いします。お願いします。こちらが、私の、キュウリの圃場になります。すごい。すごい奥が広い。そうですね、南北に長いんですけど、22.5R ほどの R、はい、R そうです。すごい規模の大きい。うちはまずトレーニングファームと違うのは、中にあるこのサイム冷房、ミスト装置になるんですけど、うちに入ってるのはトレーニングファームのものよりももっとこう霧、細かい霧になって、キュウリにとっていい環境を作ってあげれる装置がまずちょっと違うところがありますね。じゃあトレーニングファームで学んだことを生かしてたくさん、すごい松尾さんのキュウリを作ってる。そうですね、やっぱり、まあ、みんな同じ機械で習ってますけど、うん、それぞれのハウスに入っている装置っていうのはおのおのの、これがいいっていうのがやっぱあるので、うん、それをうまく使っているっていうことですね。すごい。そして柴田と松尾はキュウリの収穫を体験させてもらえることに。本当はですね、朝収穫なんですけれども、うん、キュウリを残しておきましたので、よかったら収穫の体験の方、はい、お願いします。本来ならば
はい、朝はもうちょっとあの、うん、細いんですよね、でたったこの半日でここまで身太りするんですよ、冬と夏場はもう全然違って、朝早く収穫しなきゃいけないのはそういった点もあるので、気温とかも、はい、じゃあやってみます。これですね、人差し指、まあ支えていただけたら、はい、あとはそのカッターをスッと、おお、ね、いい音、これいいですね。取れました、キュウリ。あ、お花がついてます。新鮮ですか？そうですね、新鮮な証拠ですね。取れる、新鮮そうなキュウリを取れました。じゃあ取ってきます。よいしょ、ここかな、人差し指で、せーの、いい、じゃん、お、取れました。できたよ、みんな。なんかトゲトゲしてますけど、一回触るとトゲがもうってなっちゃうから、まだこの子はピンピンしてるから新鮮です。キュウリの収穫を終えた2人、ハウスの温度や湿度をコントロールする装置を見せてもらうことに。この機械さっきトレーニングファームでも拝見させていただいたんですけど、これで管理、いろいろ管理されてるんですよね。そうですね、こちらの装置で、まあ、温度や湿度、水の管理を、はい、全て行っています、なんかこうやってデータ化や自動化が進むと、なんかこう全然あんま手をかけずに収穫することとかができるようになるんですかね。まあ皆さんそう思いがちですけれども、やっぱり植物が相手ですので、やっぱりそこは人間の目と判断で、一番はですね、その次に、まあ、こういった装置を駆使して、まあ、環境をコントロールして、あのうまく生産量を上げるっていうことですね。じゃあやっぱり人間の手だったりも大事なことなんですね。愛情ですね。愛情、愛情、愛情大切ですよね。すごい。トレーニングファームで培った最先端の技術とキュウリへの深い愛情が松尾さんのキュウリ栽培の秘訣なんですね。そんな松尾さんには農業を続ける上で励みになっている経験があったといいます。ここのハウスを建設の段階で結構気になって来られる方が多かったんですけど、まさかその女性がやってるっていうふうには誰も思ってらっしゃらなかったみたいで、若い子が今からのこう農業を引っ張ってってくれる、しかもこうやってお金をかけて、まあ、頑張っていこうっていう人たちが増えてるのが嬉しいっていうのはものすごい言っていただきましたね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日収穫していただいたキュウリをですね、はい、よかったらぜひ召し上がってください。ありがとうございます。じゃあ私からいただきます。うん、いい音した。すごいみずみずしい、甘い、なんか甘、キュウリすっごい好きなんですけど、いつも味噌つけちゃうんですけど、甘さでいけますね。ありがとうございます。すごい。いただきます。いい音、ポリポリ。うん、うん、取れたてはこんなに違うんですよ。すごい、全然違いますね。美味しいです。こうやって自分で収穫したキュウリを、ね、実際食べてみると国商国産っていうのを実感できていいですね。ありがとうございます。今回松尾さんの施設を見させていただいて、あのさっきトレーニングファームで、あの実際に見たものとか、あの聞いたこととかがすごいここの松尾さんの施設にも実際にあったりしたので、なんかこうなんだろうな、実際トレーニングファームに通われてよかったですか？そうですね、やっぱり農業を始めようと思った時に、結構安易に考えていたところがあって、ゼロから、知識や技術を学べて、それを2年後にはもうこう独立してすぐ活かせるっていうのはすごい最短で、一番は仲間ができたっていうことでもあって、独立してからも
自分たちで勉強会を立ち上げたり、すごい。だからもうトレーニングファームだけで収まらずに、うん、まあみんな同期ですけど同じ経営者として同じ方向を向いてるっていうのはすごい強みですね、うん、すごい仲間がいると心強いですね。そうですね、はい、キュウリ農家さんとしてのこれからの夢とかってありますか？ここら辺にはこう見ての通りうちのハウスしかないんですよね、うんうん、中山間地に建てて、こういったこう人がいなくて後継ぎもいない農家さんも困ってらっしゃって、うんうん、自分がここに建てて基盤を作って、まあ、自分よりも下の子たちがこう頑張れば、うん、こういった産地じゃなくてもやっていけるんだっていうふうに思ってもらえたらいいなと思いますね。すごい、これからの皆さんにいいですね。そうですね、はい。これから農業を始めようと思っている人にメッセージお願いしてもいいですか？はい、まあ、農業をやってみたいっていう気持ちはやっぱりまずは第一歩だと思うので、あとはやっぱりもう行政だったり、まあ、JA の方だったり、うん、いろんなサポートがあるのでやってみたいと思うんだったら、うんうん、もう頼れるところはいっぱいあるので、はい、そのもう一歩先へ行ってもらえたらその方の夢も広がっていくと思いますね、うん、すごいいっぱい届くとこれからもどんどん増えていくかもしれないですね、うん、農家さんが、うん、より多くの人に伝わってほしいです。今日一日いろいろやっていただきましたけどどう思われましたか？そうですね、あの松尾さんみたいな熱心で若い農家さんが増えている理由ってこう行政や JA などのこう様々なバックアップがあるんだなということを初めて知りました。そうですね、でもトレーニングファームっていう施設があることでこうやってゼロ何も知らなかった状態からでも農業を始める人が挑戦しやすくなるのかなっていうのが分かりました。そうですね、私たちも今回の体験を通してまた農業をやってみたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。自分たちの国で食べる食料はできるだけ自分たちの国で作る国商国産。特設サイトではお肉推しの私柿春香と果物推しの梅澤美波が国商国産にまつわるクイズや様々な役立つ情報を発信中です。皆さんも乃木坂46国商国産で検索してみてください。